地位健康法にも影と火世の中には健康法療法と呼ばれるものがたくさんあります国内はもちろんのこと世界には数えきれないくらいの伝統療法や秘宝が今でも根強く支持され実生活に生かされているようです内気を高め余分な外気は放散して健康を保とうとする対極拳などは中国国内だけでも 毎朝2000万人の人が実践していると言います。イスラム教徒は、ラマダンの月には、怪談時期をします。信者全員で行っていれば、とんでもない人数になるでしょう。もちろん、宗教的信心から言っているのですが、健康法としての戒律でもあるわけです。事実、断食の効果が、神経痛やリウマチ。 アトピー性皮膚炎などの慢性病に有効だとして世界の医学界が研究をしているぐらいです古代インドから伝わるものにアーユルベイ大学やヨーガなどがありますアーユルベイ大学はやはり体質重視の考え方で症状に合わせながら処方を変えていくというものですヨーガの場合もともとだか次元の宗教として発展してきた経緯がありますが その中にも、素体法、瞑想などを通じて、血液の流れの改善、筋肉の緊張、緩和のバランスを整えたり、あるいは、全体的な気の流れを改善したりする療法が数多く含まれています。スリランカや南方圏の一部では、呪術を使った神秘的というか、原始的な療法が今でも行われています。これは気候風土が厳しいがゆえに、 一層のこと大自然の神様に身を委ねお力を授かろうという考え方が強いことによるのではないかと思いますいずれも現代の医療医学においても少なからず共通点がありそれぞれにその社会的役割を担ってきたものです昔はよく聞いたのに今は聞かない昔はこうやって直したものだが今は 便利な薬があるからね。などという話を聞いた方、経験のある方がいませんか昔が聞いて、今が聞かなくなったのはなぜかあの人には、よく聞く薬も、私には、全然聞かないのはなぜかこの治療の治癒率は30%ですと、お医者さんに聞いたが、私は、その30%に入るのか現代の医療にも、 いいろんんな疑問があると思いませんか。世界の健康法伝統療法などそれぞれに得て増えてがあると思います。それは現代医学でも同じことのようですそもそも民間療法を受ける場合合う人合わない人治る人治らない人がいるのは受ける側の体質に問題があるからです得てして現代医学を志す人たちからすると 科学的根拠がないというだけで敬遠しがちですが良い部分も見てほしいと思いますこの健康法を発見した経緯を説明してみると1誰が効果があって誰が効果がないのかにその人たちはどんな生活をしているか食べるものの思考はどうか酸発汗は十分にあるかストレスは溜まっていないかなど生活と病気 体質とと病気の関係を解きほぐしていったところに特徴があります。健康法や健康食品も影性質なものや陽性質なものがあります影性質な療法であれば人届こう体質には効果があるが影とこう性体質には効果がないまたその逆もあります例を挙げると断食療法という健康法があります 数日間から2週間ほどかけて徐々に食を少なくしてその後絶食状態まで行います。これは影と火の考え方からすればエネルギー・火を細めて体を浄化しようとする療法ですから当然影性質な療法と言えるでしょう。反対に玄米食の場合玄米には油脂を多く含んでいるので体を温める性質があります。 いわわゆる陽性質なな療法なわけですこのように健康法にも陰性なもの、陽性なもの療法があることを知っておいてほしいと思います。現代人の体質を予測しなかった東洋医学。日本人特有の病体質を考慮に入れない西洋医学。日本の文化が開花する以前の話。中国では今から3000数百年前に書かれたとされる。 の本造形という薬に関する書物が残っています。その頃はまだ病気は神のたたり悪魔の仕業とされていたので書物の中身も神がかりなものが多いと言います。中国の思想は古今を問わず非常にゆったりと気長な部分が多いようです。医学面でも漢方医学のようにこのような時はこうする。あの場合はあちらが良い。 という感じで作用のメカニズムよりも目的を重視する考え方のようですですから科学的な裏付けを持たない医学であった今は広く科学的なデータが紹介されているために感覚的な部分が多く難解なところがあるので現代的ではなかったのでしょう日本において明治時代になって医学が西洋医学に変わったのも その辺りに大きな理由があるように思います。現代は難病の時代と言われます。がんに、エーズ、アトピーなど治療の難しい病気が氾濫する時代です。東洋医学で対応する試みも各地で研究されていますが、目覚ましい成果が得られるにはまだまだといった感じです。考えるに、4000年に及ぶ中国の歴史の中で、 医療の対象者はそのほとんどが貧しい農民であったり階級の低い層の人たちであったと思いますそうすると今の日本人のように肉や卵魚などを毎日のように食べている状況ではないわけですから当然体質も我々が考える人と度構成体質という人は少なかったに違いありません対象者が少ない上に さらに生活様式までも変わってきているのであればその頃の医学がそのまま現代に通用するとは考えにくいとは思いませんか明治以降も東洋医学の評価がもっとなされていればまた違った展開になっていたとは思いますが一方明治以降の西洋医学は素晴らしい成果を収めてきました平均寿命の高齢化一つを見ても 誰も西洋医学を否定することはでできないでしょうしかしここに来て西洋医学も通用しない病気が増えているように思います戦後急速な発展を遂げてきた日本では食事もだんだん欧米食になり仕事は第一次産業よりも第二次産業そしてサービス業などの第三次産業が花盛りの時代です世界をリードすることも たくさんある社会、西洋的な文化に近づいているのになぜ西洋医学の効果が薄れてきているのでしょうか一つには西洋医学が力不足になったのではなくて我々自身が厄介な病気になりやすい体になってきたということが挙げられます具体的には日本人はもともと濃厚最終民族ですから腸の長さが欧米人よりもかなり長いので 肉類を多用する欧米食の比率が高くなれば高くなるほど体内毒素が増えることが指摘されます体内毒素が増える食生活をしているにもかかわらず体内毒素を出す方はだんだん減ってきていると知れば悪性病が増えるのは誰の目からも明らかです体のつくりが違うところに生活が変わって病気になった人を対象にしては 優れた西洋医学であっても通用しないということです。これからの医学は用の東西を問わずその人の体質に合った方法で行うそんな方向に考えてもらいたいと思います。